アトバラは、スーダンの都市。スーダン北部、ナイル川とアトバラ川の合流点の北東に位置し、ナイル川州の州都である。人口139,264人。アトバラは、開港ポートスーダンと、首都ハルツームを結ぶ、鉄道場に位置し、ワジハルファへの支線が分岐している鉄道の要衝である。また、スーダン最大のセメント工場がある。 1898年4月8日、スーダンへの再侵攻を目指すイギリスのキッチナー、将軍とマフディー軍が後ラで戦い、英誇り軍が勝利を収めた。これによって英軍は勢いに乗り、半年後のオムドルマンの戦いで、マフディー国家を滅ぼし、英領スーダンの支配を確立した。後原駅1946年には、後原の鉄道労働者たちが、スーダンで、 初めての労働組合を結成し、ストライキを行った。鉄道労組の影響で、後ラはスーダンにおける共産主義の拠点とみなされている。モハメド・アン・ルメイリは、資本主義やイスラム主義などに思想的変遷があったが共産主義時代には、後ラを拠点とした。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム・ヒュー・エド。 アッテバラ、インスイクロープギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティープレス、ありがとうございます。